本日は皆様、研究者のためのインサイツベンチマーキング、ウェブセミナーにご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。本日、ご説明をさせていただきます、クラリベートの熊谷です。どうぞよろしくお願いいたします。 で本日はですね、こちらに書いてございます通り、まあ、研究者のためのインサイトベンチマーキングということで、まあ、インサイズベンチマーキングという分析ツール、いろいろなことができますけれども、今日は研究者の方がご自身の業績を把握するために、えー、使っていただける主な方法、2つほどですね、ご紹介してまいりたいと思います。えー、では本日のこの講習会のゴールということでご紹介をいたします。まずですね、1つ目。 えこのご自身の業績についてトップ10%論文ですとか国際協調論文などのリストを作成するということをご説明いたします。そして2つ目にジャーナルインパクトファクターとその関連指標というところを理解していただきましてより効果的な投稿先ジャーナルの見極め方ということでこの指標の使い方をですねご理解いただければと思います。 アジェンダはこのように3つにまとめてございますので、まず早速このデータベースについてというところからお話ししたいと思います。 今日ご紹介いたします、インサイズベンチマーキングという分析ツールなんですが、こちらの元になっているデータベースというのが Web of Science でございます。え皆様 Web of Science はですね、論文の検索をしたりですとか、まあ、引用の情報、なんか引用されたのかというようなことを見ていただくときに、まあ、よく使っていただいているかと思います。でこちら、論文ですとか、まあ、研究者の検索という 意味合いの他に研究業績の把握という文脈でこのデータベースを見てみますとここから取れる情報というのが論文数、非引用数、そしてジャーナルについているジャーナルインパクトファクターの情報などといったものがございますでこれらの情報をいろいろに計算をいたしまして相対的な指標というものをつけて見えるようにしているのが今日ご紹介しておりますインサイツベンチマーキングです でこちらで見ていただけるのは、例えばトップ10%論文ですとか、まあ、国際協調論文、まあ、そしてこの割合ですね、こういったものと相対的に他の論文と比較して、その分野の中で相対的に見たときにどれぐらいのインパクトがあるのかといったような相対非引用度というようなものを見ていただけます。 でこちらの Web of Science というデータの特徴なんですが、えー、こちらは幅広い分野の一流のジャーナルを網羅的に収録しておりますし、まあ、1900年からという古い情報ですね、一番古いもの、こちらになりますが、まあ、かなり遡ってみることができるようなデータベースでございます。まあ、インサイツベンチマーキングの上で分析していただけるのは1980年以降ということになります。そして全ての論文に対して全ての著者、 とその所属著者所属機関というものをきちんと整理して収録しておりますので、まあ、研究業績を客観的に見ていただくときにここが非常にきちんと見えてくるということでなっておりますまあ、こういったものですのでまあ、研究情報のグローバルスタンダードとして国内外でいろいろにご利用いただいておりますえ例えば日本ですとこのナイステップさんがですね出されていらっしゃるいろいろな分析というのがございます こちらのようなものの中で Web of Science のデータを使っていただいておりますし、また今日ご紹介するインサイトベンチマーキング上でもお使いいただけるいろいろな指標というのもここで使われておりますので、類似の分析というのもこれを使ってやっていただくことができるということになります。ではまずインサイトベンチマーキングにアクセスしていただく方法からですね、お話しいたします。インサイ g ベンチマーキング ご契約をいただいている機関の皆様はですね、えー、こちら、ユーザー登録というのをまずしていただく必要がございます。で、Web of Science ですでに、このユーザー登録ですね、していただいている方は、それと同じ ID とパスワードを使っていただけますが、まあ、ちょっとそのまま、インサイツ、その、えっ、ー、と、 ここからですね、インサイズベンチマーキングちょっと入れないという方は、一旦インサイズベンチマーキング側でもログインをしていただければと思います。そして、ご契約をいただいている期間でも、ちょっとご契約の形態が異なる場合がありますので、まずはですね、まあ、ご契約の有無と合わせまして、皆様のご所属機関の、例えば 図書館の方ですとか、研究推進、研究支援、URL 室などといった方がですね、こちら、主に使っていただいていることが多いですので、ご確認をいただければと思います。でこちらの Web of Science の製品というところから、Insights, Benchmarking and Analytics を押していただきますと、はい、このようなログインの画面が開きます。でここですですに、 ユーザー情報、ユーザー登録されている方は、E メールアドレスとパスワードで入っていただけますし、これから登録する方の場合は、ちょっとわかりづらいんですが、forgot パスワードというのが下にありますので、これを押していただきますと、ここでレジスターというのが出てきます。で、ここを押していただきまして、あとは画面に沿ってご登録いただければと思います。 で一旦ご登録いただきますと、まあ、期間外からでもアクセスが、まあ、半年間できるようになります。こちらは Web of Science と同じでございますね。でその期間中は、こちらの URL に直接入っていただくことでも、えー、インサイズベンチマーキング使っていただけますで。半年すると有効期間が切れてしまいますので、まあ、半年以内にですね、ご所属の、えー、ネットワークの環境内で接続していただければ、また半年使えるということになります。 あの、ご登録の際には必ずですね、はじめはご所属機関のネットワークの中でやっていただくということをお願いいたします。では次にですね、えー、今日のメインの部分になります。トップ10%論文や国際協調論文などのリストの作成方法ということでご紹介をいたします。 インサイツベンチマーキング分析ツールだというふうに申し上げましたので、まあ、それだけ聞くとですね、ちょっといろいろな面倒な設定だったりですとか、まあ、出てくる分析結果などをですね、どう読み解けばいいのかですとか、まあ、数字の持つ意味どんなものなのかとか、ちょっといろいろ。えー 考えてしまわれる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、今日ご紹介いたします、このご自身のトップ10%論文ですとか国際協調論文、このリストを作るということはですね、非常に単純にやっていただけますので、あの、そんなにご心配をいただかなくても大丈夫です。 で、まずですね、こちらにステップ4つほど書いてございますが、この4つのうちの実際3つ、3番までやっていただきますと、もうほとんど結果が出ておりますので、3つだけやっていただければと思います。まずはじめに分析の対象を選択するということです。でこちら、先ほどの方法でログインをしていただきますと、画面上に、この一番上にですね、アナライズというのが出てきております。 ここを押していただいて、リサーチャーズですとか、オーガナイゼーションズ、ロケーションズといったようなものが出てきますので、今日は研究者単位ということで、まずはリサーチャーズを選んでいただきます。で続きは次の画面でもご紹介いたしますが、先に手順だけお話しいたしますと、次の画面で、えー、画面の左側にフィルターが出てきますので、ここで条件を設定していただきます。えそして、 指標ですね。必要な指標というものを追加していただきます。そうしますと、これでもう結果が出てきておりますので、あとはその結果をダウンロードしていただいたり、まあ、必要があればグラフを作って表示していただいたりというような4つのステップになります。でこの2番目以降のところが実際の画面ですと、こんな形になりますね。画面の左側でフィルター。 検索条件を、えー、分析条件ですねこれを設定していただきますこれウェブオブサイエンスと同じような作りなのでまあ、ここにフィルターがあるということで、えー、すぐお分かりいただけるかと思いますで次に指標の追加なんですけれども今度はこの右の端アドインディケーターというのがありますちょっと小さいですがここからいろいろな指標を追加できますのでぜひここを覚えておいていただければと思います。 そうしますと、ここの部分ですね、途中上の方だけ今表示しておりますけれども、ここに結果が出ますので、あとはこの論文数ですとかというところをクリックしていただければ論文リストが取れますし、まあ、ここでテーブルとビジュアル切り替えていただいて、ビジュアルというふうにしますとグラフが書けますで。こちらの分析の結果ですね、これをそのままダウンロードしたいという場合には、ここに これもちょっと小さいんですけれども、まあ、下向きの矢印がありますので、ここからやっていただけるということになります。ではですね、実際に皆様の、えー、研究者名、お名前を入れて、えー、トップ10%論文など探していってみたいと思いますが、著者名を入力する場合、研究者名ですね、お名前入れていただく方法が3つございます。でまず、 このリサーチャーズというところを開いていただきますと、このようにですね、ここが、ネーム、ユニーク ID、OS、オーサーレコードという3つが選べるようになっております。一番初めに開いていただくと、OS、オーサーレコードというこの一番上のものが皆様のところでは開くかと思いますが、この三角クリックしていただきますと、他の2つが見えてまいります。ちょっとこの下からご紹介いたしますと、このネーム、 というのは、ですね、論文に記載された著者名そのものを検索するということになります。えー、こちらは2008年以降ですとあのウェブ、ウェブオブサイエンスですね、もともとのデータソースの中で、ほとんどフルネーム表示になっていますが、一部ですね、ジャーナルの表示がアルファベットだけというようなものもあったりいたしますので、えー すべてではないんですが、大体見ていただけますが、同姓同名の方の区別というのがつかないというところがございます。ですので、おすすめは、えー、ご所属機関の指定していただいて、えー、見ていただくというのを、えー、お勧めいたします、えー。そして2つ目ですね、ユニーク ID というのがございます。こちらは Web of Science のリサーチ ID、またはオーキッド i d ですね、こちらいずれかを 整備していらっしゃる方は、まあ、これでやっていただくのが一番確実です。ただ、この ID 使っていただいた場合には、ご所属の機関の絞り込みということはできずに、障害論文を見ていただくということになります。そして、三つ目ですね、一番初めに表示されている OS オ,オーサーレコードというのは、Web of Science 上の著者プロファイルというものがありますが、これの情報を使っています。 この著者プロファイルというものは Web of Science 上で皆様ご自身で論文のリストを整備して、まあ、公開していただける。まあ、これ無料で Web of Science をご契約いただいていればやっていただけるものなんですが、これ後ほど詳しくはご紹介をいたします。えではまずですね、こちらのネーム1番のものを使うというところでやってみます。でここからですね、実際の画面でご紹介したいと思います。 はい、えー。このような形で Web of Science、えー、失礼いたしました。インサイツですね。入っていただきまして、ここのアナライズからリサーチャーズ、まず選んでいただきます。そうしますと、えー、こちらにですね、リサーチャーズの分析の画面が開きまして、Web of Science オーサーレコードですね。まず出てきておりますが、ここを、まずネームですね。 論文に記載された著者名ということで切り替えていただきます。ちょっとこちらを隠しまして、で、あの、フィルターがですね、ここ出てきておりますので、ここから、まあ、お名前ですとか、いろいろなもの、条件を設定していただけるんですが、ここ、パブリケーションデートというのがございますね。ここ、今、デフォルトで直近5年間ということになっていると思いますが、えー、これ、 1980年以降に切り替えたり、カスタムイヤレンジにしていただきますと、このようにいろいろつかんで動かしたりですとか、ここでですね、1年ずつずらしたり、また直接ここに数字を入れたりというふうにやっていただくことができます。で、今2018年から22年ということにいたしました。で、あとはですね、いろいろ絞り込みをやっていただけるんですが、今日は例えばですね、山中信也先生。 のお名前をちょっと借りて、えー、ご説明したいと思います。で、ここに入れていただく場合、このように、えー、名字の方を入れていただきまして、コンマですね。で、一つスペースを入れていただいて、えー、お名前にしていただきます。で、これを選んでいただければよろしいんですが、先ほどちょっと申し上げましたように、アルファベットだけのもの。 というのもですね、一部ございます。で、例えば S だけ入れてみますと、このように S だけのもの。えっと、こちらはですね、ちょっと、あえっと、こちらは多分ですね、スペースがどこかに入っているのか、ちょっと違う表記ということで出てきておりますね。あとはよくあるのが、この名前の イニシャルの後ろにピリオドがついているものがあったりいたしますので、まあ、こういったものをまずは広めにですね、拾っていただくことをお勧めいたします。でそうしますと、このようにたくさん出てまいりましたが、まあ、同姓同名の方もいらっしゃいますね。で、先ほどご説明したように、ここからアフィリエイテッドオーガナイゼーション、ご所属の機関で絞り込んでいただきます。でちょっと私、先にですね、ここに指標の追加、 ここにございますけれども、ここからアフィリエーションというものをあらかじめ入れております。そうしますと、山中先生のこの直近5年間ですね、24法の論文が京都大学から、えー、京都大学ご所属ということで書いていらっしゃるということで出てまいります。で、えー、こちらからですね、具体的に京都大学だけだったりですとか、 えー、山中先生はですね、えっと、サンフランシスコ、カリフォルニア大学サンフランシスコのですね、まあ、グラッドストーンインスティテュートと,とところでも、えー、論文書かれていらっしゃいますので、まあ、ここからですね、そういったものを指定していただくということもできます。で、ここで、例えば、京都大学ですね。という形で選んでいただいて、ここが緑になった後、アップデート。 というふうにしていただきますと、これが京都大学だけに絞られるということになります。で、こちらで絞り込んでいただいて、これで大丈夫ということであれば、はい、このままですね。えっ、ー、と、これでも少し名前が分かれてしまっておりますので、この一方、これを押していただきますと、実際の論文がこのように見えますので、まあ、これもですね、間違いなくご本人のものだという場合には、 こちらとこちらをまとめていただくということをやっていただきます。で、ここの前のところにチェックを入れまして、この下に今、クリエイトグループ、黒いあのツールバーが出てきましたが、ここからクリエイトグループというふうにやっていただいて、山中先生。まあ、お名前はですね、ちょっといろいろつけていただけると思いますが、こんなふうにグループ、 というふうにやりますと、まあ、これがまとまった形のものがですね、ここにできるということになります。はい、ここに今、グループが作られまして、ちょっと先ほど私、あらかじめ作っておいたものがあるんですが、えー、とちょっと選択したデータが違うので、ここ数違っておりますけれども、まあ、今、この3という方ですね、作りました。えー、これが両方とも京都大学でご所属で書かれたもので、ここで、あの、重複、 があった場合には、ここで重複排除されて、このグループが24ということになるんですが、これとこれが別の論文だということで、今、この両方を足した25ということになっています。で、次にですね、今度は指標を足していきます。で、こちらのアドインディケーターの部分からですね、ここを開いていただきますと、トップ10%論文の割合、頭にがついたものが出てまいります。で、もう一つは、 パーセントのついていないドキュメンツイントップ10%。こちらですね。これを選びます。あとは下の方に行きますと、インターナショナルコラボレーションズ、国際協調論文のこれは数ですね。そして頭にパーセントのついている国際協調率というのがありますので、これを選んでアプライとしてみます。 はい、そうしますと、こちらの右の方に追加されてきますので、もうこれでですね、トップ10%に入っている論文、こちら頭にのついてないもので、8というのを押していただきますと、これがトップ10%論文のリストということになっておりますで。これをこのままダウンロードテーブルとやっていただきますと、もうこれがですね、トップ10%論文のリストということになります。 同様にインターナショナルコラボレーションズですね、国際協調論文ということでしたら、こちらに出ております13、この数字が緑色になっているものはクリックしていただけますので、これを押していただきますと、同様に、えー、国際協調論文ということで、ここからダウンロードをしていただけます。 これでですね、もうどんどんトップ10%論文ですとか国際協調論文リストが簡単に取れるということになります。もちろん、えー、こちらの全ての論文ということで、ここを押していただければ全ての論文リストにしていただけます。はい。え次にですねあ、今少しここにございましたが、例えば、あの、お名前に表記のバリエーションが終わりの方はですね、例えば詩、死、 ということが SHI と SI など混、えー、在しているような可能性がある場合はこういったものもですね、えー、考慮してこちらに入れていただくと漏れなく拾えるかと思います。そしてユニーク ID 使っていただくときはここのタイプですね、パーソンネームの代わりにユニーク ID にしていただいて Web of Science のリサーチャー ID か OKID かどちらを選んでいただく。 そして、Web of Science のオーサープロファイルというものを使っていただくときには、ここからですね、クレームしているかしていないかということで選べるようになります。これ、あの後ほどご紹介いたしますが、すでにクレームされている方、確認されている方は、ここクレームというふうにやっていただけますと、えー、クレームされたレコードだけの表示になります。まあ、全体をざっと見てみたいという場合は、このオールでやっていただきますと、まあ クレームしたもの、してないものですね、どの先生がされているのかな、されていないのかなというようなことも、ここからご確認をいただけます。そしてこちら資料ですが、まあ、先ほどの操作ですね、ここに書いてございますので、後ほどお手元に資料が届いたときにご参考いただければと思います。でこちらの論文リストの画面も、項目をですね、1つずつ全部書いてございますので、後ほどご確認ください。 では、ここでですね、あの、非常に基本的なところだけ、インサイトベンチマーキングで見ていただける指標というものをご紹介いたします。まず、論文数ですね、Web of Science Documents という名前で出てきております。そして、Times Cited というのが非引用数になります。ここで表示されたすべての論文の非引用数の合計が Times Cited という形で表示されます。そして、この相対非引用 と今、使いましたがトップ10%、まあ、トップ1%というのも取れますけれどもこれについてはこの後で詳しくご紹介をいたします。で国際協調ですね、今選びましたけれどもこちらは国際協調論文この国際協調というのは異なる国の機関に所属されている時に時にと言いますか国会 異なる国の機関に所属している研究者の方々が、まあ、一緒に論文を発表された場合に国際協調論文と判定しておりますので、まあ、研究者の方の国籍だったりですとか、そういうことではないですね。あくまで論文上で異なる国の機関が、えー、一緒に記載されていた場合に国際協調論文ということになります。で、他の指標といたしましては、えー、この まあ研究への関与度といいますか、貢献度といったようなものを見ていただける、著者の順序というのがございます。著者のポジションですね。こちら、ファーストオーサー、ラストオーサー、コレスポンディングオーサーのそれぞれの割合、そして数といったものが、この指標から選んでいただくことができます。 またちょっとこれは新しい指標なので簡単にご紹介までなんですが指標の中から特許からの引用というのを選んでいただきます。CitationsFromPatents という指標がございます。こちらは弊社の持っておりますダーウェントというです、ね、特許のデータベース。 これが Web of Science の中からも検索できるようにご契約をいただければですね、オプションのデータベースとしてご用意しておりますけれども、このダーウェントイノベーションインデックスという特許情報の中で、えー、に入っているものが Web of Science の論文をですね、引用したときにこの引用の情報というのが見られるようになっております。まあ、こちらは具体的には、この論文を引用した特許の情報というのが見られる。 というようよなな形になりますえそして、先ほどのまあトップ10%論文と言っておりますけれども、こちらですね、少し詳しくお話しいたしますと、これはまあパーセンタイルというものをあの元にしております。このパーセンタイル、どういう中でつけているかというと、まあ、同じ研究分野、出版年、ドキュメントタイプ、この3つの要素が同じ論文の集合の中で、非引用数が多い順に、 並べまして、上位から何に位置しているかということで、トップ10%の場合は、トップ、上位から10%に入っているものということですね、1%というのも見ていただくことができます。で今日後半の方で、クオタイル、ジャーナルのお話、少しいたしますが、その時にクオタイルというのがございますが、これはですね、クォーターですね、25%ずつに区切ったもの。 でえー、見ていただくこともできますが考え方としては上位から何パーセントにあるかということで同じですで。必ず研究分野、出版年、ドキュメントタイプを絞っております。と言いますのは研究分野が違ったりもちろん出版年が異なりますとその非引用数にあの違いが出てくることが 出てまいりすすですねで非常によく引用することで、引用を盛んにすることで研究が進んでいく分野もありますし、まあ、そうでない分野もありますので、必ず同じような条件の中で揃えて、この計算というのをしております。えー、もう一つ、よく使われるものとして、相対非引用度、CNCI というものがございます。 でこちらカテゴリーノーマライズドサイテーションインパクトというもので頭文字を取りまして CNCI と呼んでおります。これも同じようにえ同じ研究分野出版年ドキュメントタイプの中で発表された論文集合の、まあ、平均の非引用数と比較しているということになります。え具体的には例えばこの論文 A というものが25回引用されている。 という場合に、これは同じ分野、同じ出版年、同じドキュメントタイプの論文の中では、この25回というのは多いのか少ないのかということですね、これを比較するために、先ほどのこの3つの要素が同じ論文集合、例えばこれが10万本あるといたしまして、全体で200万回引用されているといたします。 そうすると、これの平均が20回ですので、まあ、この25回というのは、この同じ条件のグループの中では、平均よりも1.25倍高いというような出し方ですね。こういったものが見えるのが相対頻用度となりますで。こちらはですね、毎月更新されていきますので、例えば出版から非常に年数が経った論文が、今現在どれぐらいのインパクトを持っているのかということがわかります。 で例えば、ですね、まあ、ノーベル賞級の論文、研究というのは、ですねあのやはり発見からだいぶ年月が経った後に、社会が注目をし始めて、そこで品用数が伸びてくるというようなものもございますし、えー、最近ですと、そうですね、気候変動、非常に。あのー 話題になる研究トピックではございますけれども、こういったものもですね、出始めの頃はほとんど注目されない論文というのが多かったのが、まあ、ここ数年、10年に15年ぐらいの間に急激に伸びているというようなことがございます。でこういったものの現時点でのインパクトを見ていただけるのが CNCI ということで、まあ、これはインサイツベンチマーキングだけで見ていただける指標ということになります。 そしてですね、先ほどの著者プロファイル、お名前を入れるときに3つあるというふうに申し上げましたけれども、そのうちの3つ目の、えー、オーサープロファイルというものについてご紹介をいたします。これは Web of Science 上で皆様ご自身が研究業績、まあ、論文のリストをですね整備していただけるというものになります。ちょっと実際にですね、こちらを、えー、ご紹介したいと思いますが、 このようなページでいろいろな項目をですね、表示させることができます。実際の画面でご紹介いたしますと。はい、こちら、Web of Science ですね。で、論文検索していただく場合には、この基本検索というところを使って、まあ、トピック検索ですとか、他の条件入れていただいているかと思いますが、その横に研究者検索というのがあります。 でこちらも著者名、または ID ですとか、えー、著者の所属から探すということもできますけれども、ここに名前をと,、まあえー、名字と名前ですね、今ちょっとこちらはクラリベートの人間のものなんですけれども、入れております。でこれで検索というふうにやりますと、このようなページが、これは皆様、えー、作っていただけます。えー、このようにですね、まあ、写真を入れることもできますし、えー、この 期間ですね。どこに、過去の所属も、こちらの下の論文を整備していただくことで、ここから自動的に拾って、ここの表示をいたします。こういった情報が出てきますね。で、ここには Web of Science に収録されているものはもちろんですし、ここに Web of Science に収録されていない論文でも、ここに表示をしていただくということはできます。でちょっとここ、グレーになっていて、見えづらいかもしれませんが、 コアコレクションに収録されていない出版物ですね。これも表示することができます。まあ、その場合には、あの、こちらですね。収録されている論文はこんな形で、論文をクリックするとそのページに行きますし、この品用数などというものも表示されるんですが、Web of Science コアコレクション以外のものは、これは、こういったものは出ません。ただ、論文としてここに表示していただくことは可能です。そして、この、 業績リストですね、入れていただきますと、こちらに論文数ですとか、品用数ですとか、いろいろ出ておりますが、このダッシュボードというものが自動で生成されます。でこちら、論文数ですね、品用数、あと H インデックス、あと年次推移なども自動で出てまいりますし、あと大きな特徴が、この著者インパクトビームプロットというものになります。 これは出版年ごとに皆様が発表されたこういった論文ですね。この紫色のドット一つ一つが論文ということになるんですけれども、こちらがこの横軸、これが引用のパーセンタイルということになっておりまして、説明がちょっと出てまいりますが、こちら先ほどお話しいたしましたトップ10%論文ですとかのところでお話ししましたが、同じ分野の中で、 金融数が多いものを多い順に並べたときに上位から何パーセントに位置しているかというところを示したものということになります。で、こちらが、えー、こういうものですね。ここが100になっていますので、ここが90、90以上のもの。例えばこれですと95ですし、えー、90、これ89ですね。 なのでトップ10には入らないんですが、ここをちょっと見ていただきますと、具体的にどの論文が、えー、どのぐらいの位置にいるのか、一方一方見ていただくことができます。でこれも紫色になっているものはクリックしていただきますと、まあ、その論文情報に行けるということになっております。 でこちらなんですが、資料の方にちょっと戻りますが、えー、ここで整備していただいた論文情報というのは、Web of Science の論文情報に影響するのかということでご質問をいただくことがございますが、これはですね、影響はいたしません。別のものとして、えー、管理されて、まあ、表示されておりますで。こちらの基本検索の方で、 まあ論文情報を検索していく場合に著者名というのが出てくるかと思います。これが先ほどインサイトベンチマーキングで使ったネーム、一番最初に使ったネームというものですね。論文に記載された著者名というのは、2008年以降、まあ、フルネーム表記というのがありますが、これを検索しに行くというものになります。で、さあの前にお話しいたしましたが、 同性同名の場合は区別がつきませんが、まあ、漏れなく検索したい場合には、この論文情報を元にしてやっていただけます。でこちらの著者プロファイルの方は、ご自身、研究者の方がご自身で確認して、確認された場合、ここにですね、このような緑色のチェックマークというのがつきます。でこれがついていれば、ご本人が見たものだなということでお分かりいただけますし、アルゴリズムによる生成ということで、 ウェブオブサイエンスが、まあ、そのご所属だったりですとか、えー、投稿された分野ですとか、まあいろいろな情報をもとに、これが同一の方の論文集合かなということで作っているものが、えー、ございます。なので、このチェックマークのついていないものはですね、えー、そういった確認されていないものですので、まあ、見ていただくときにはこちら。 チェックがついた情報を見ていただきたいですし、皆様ご自身もぜひ確認していただいて、このチェックマークを表示していただければと思います。で、この2つの情報、別々に管理されているというふうに申し上げました。で、例えば Web of Science でこのように検索していただくと、まあ、この論文の情報の中に出てくるのは、あくまで論文に掲載されたもの、著者名ですけれども、 こちらにですね、フィルターの中に著者の情報、著者、えー、研究者プロファイルを表示というのがあります。でこちらクリックしていただくと、このような、えー、プレビューが出てまいりますので、これも緑のマークついていますね。まあ、こんな形で、まあ、世界中の Web of Science を使っている方にですね、あのご自身の情報をアピールといいますか、公開ということをしていただける。まあ、ここからも見ていただくことはできるという作りになっております。 こちらのインパクトビームプロットですね、先ほど画面でご紹介をさせていただきましたが、論文の、個々の論文の客観的な位置づけというものを見ていただける情報になっております。 でぜひこちら、あの、整備していただきたいんですが、えー、このようにですね、まあ、業績リスト皆様すでにいろいろ、あの、整備されていらっしゃって、また、プラスアルファでこれをやっていかなくてはいけないっていうのは結構大変だと思うんですけれども、この Web of Science の著者プロファイルは、オーキッド ID とですね、えー、リンクさせることができます。シンクロですね。ですので、 こちらの方でシンクロさせておいていただければ、オーキット i d の方か、こちらの著者プロファイルの方に追加されたものが、同時にここで動機が取れるということになります。ですので、例えばオーキットをですね、ハブというふうに考えていただいて、ここから情報を取り出す、例えばリサーチマップなどはオーキットから情報を取り出せると思いますが、ここを中心に考えていただいて、こことここは自動でシンクロ。 シンクロされた情報というのをこちらに取り出していただくという風な設定をしておいていただくと便利かなと思います。で、こちらはですね、例えばリサーチマップなどは日本国内向け。 えー、オーキッドに情報があれば世界に向けた業績の公開ということになりますし、さらに Web of Science の著者プロファイル入れておいていただくと、整備しておいていただくと、まあ、この査読済みの業績ですね、Web of Science に収録された論文の客観的なインパクト、先ほどの著者プロファイルビームプロット、えー、著者インパクトビーム、えっ、ー、と、ビームプロットですね、えー、こちらを見ていただくことができるようになります。 でこちらのですねこういったあの客観的なものというのは、なかなか他のところでは見られませんので、このビームプロットですね、まあ、あの共同研究だったりですとか、えー、いろいろな応募、申請の時に審査される側の先生が、えー、実はここ、よく見ているんですよということで、お話を聞いたこともございます。はい、でこちらの 整備の方法なんですが、資料の方に書いてございますのでですね、後ほどぜひ見ていただきたいと思いますが、まずご自身のプロファイルの確認方法ですね、先ほどのように著者名検索というところから研究者名検索ですね、入っていただいて、このようにアルゴリズムによって作られたこのものができていましたら、それを開いていただいて、 ご自身の論文であるということで確認していただきたいと思います。で、多少ですね、何か混じっていたり足りないものがあるかもしれませんので、それは後ほど追加していただいたり、削除していただくということになりますが、まず一つプロファイル作っていただければと思います。で、この時はですね、必ずご自身の ID で Web of Science にログインしたユーザー、サインインした状態でやっていただきたいと思います。もう一つは、えー このご自身のプロファイルページというのが、右側のこの黒い帯の人のマークのところにできているかと思います。これ、ユーザーアカウントを作っていただくと、まあ、できているかと思いますので、ここからご自身の情報を編集したり、論文を追加したり、またあの入れていただいた情報は、ここからリストとしてエクスポートすることもできますので、こちらからやっていただく方法もございます。 で、オーキットと同期していただいたりですとか、論文をプロファイルに追加する方法、ここにいくつかございますので、ここからですね、入れていただくことができます。先ほども申し上げましたが、日本語のタイトルですとか、Web of Science に未収録の論文というのも、ここからですね、追加していただくことはできます。 この追加の方法もですね、いくつかございますので、まあ、こちら資料で後ほど見ていただくか、詳細、こちらに Web of Science の、えー、ヘルプのページ、リンクを貼っておきますので、ここをご確認いただければと思います。はい。では本日2つ目の、えー タイトルえトピックですねになります。ジャーナルの関連指標による投稿先ジャーナルの見極め方になります。こちらなんですけれども、まもちろん研究の内容ですとか、ま投稿戦略ですとか、まそういったいろいろなものを踏まえた上でですね、より効果的に投稿先のジャーナルを選んでいただくために、ま今日ご提案したいのがこの3つということになります。 まあ3つではありますが、1つ目ですね、まず信頼できるジャーナルかどうかということはもう大前提でございます。えー、この粗悪ジャーナルですとか、ハゲタカジャーナルのお話は、ですね、もう数年来、非常に大きな話題になっておりまして、まあ、皆様もいろいろお気をつけになられているかと思いますが、まずこの怪しいものですね。 現実的にはその白黒はっきりというのがなかなか難しく、グレーなものが多いというのが現状でございますので、ぜひこういうグレーなものというのは避けていただいて、確実に安全なものを見極めていただいて、そこへの投稿ということをお考えいただくというのがこれまあ大前提かと思います。まあ、その上でですね、このジャーナルのインパクトというものを端的に見たい。 といいう場合にはこのジャーーナルインパククトファクターを見ていただ、けますただこれですと、そのジャーナルを端的に見るというものになりますので、相対的にこのインパクトを比較したいというような場合には、この候補となるジャーナルの分野内での位置づけですとか、比較をしていただくということになります。 でまず、ジャーナルインパクトファクターなんですけれども、まあ、こちらはですね、皆様ご存知かとの通りだと思いますが、これはジャーナルについている、えー、指標でございます。で、このように2年間で発表された論文が、まあ、この次の年ですね、ここで何回引用されたのかというのを数えまして、割り算をしている。つまり、そのジャーナルに掲載された論文の 平均的な引用数というものを計算しております。でこれが平均値を用いておりますので、えー、外れ値ですね、非常に引用数が大きな論文が入っている場合にこの影響を受けるという可能性がございます。でまた分野によって値の水準が異なるということがございます。あの、先ほどの印刷ベンチマーキングの指標のところでもお話しいたしましたが、分野によってどんどん引用をして、 研究が進んでいく分野と、まあ、それほどでもないというような分野もいろいろございますので、まあ、そういう違った分野のジャーナルをこれのみで比較するというのは、まあ、不公平ということになります。そして、これは毎年更新されておりまして、今年も6月の末に新しいジャーナルインパクトファクターが発表されております。えー、で、ここでですね、相対的に見るということで、ジャーナルインパクトファクター、 を使って分野内での位置づけを知る。まあ、それぞれの傾向を見るということを、インサイツベンチマーキングでやっていただく方法をご紹介いたします。で、まず先ほどのですね、ジャーナルインパクトファクター。これは、ジャーナル単体でこのように割り算をしたものになりますし、これを使いまして、分野の中での位置づけを見たいときに、 この25%ずつの位置づけですね。Q1 から Q4。あるいはパーセンタイルというもので100から0といったような数字を探していただくことになります。で、こちら、インサイツベンチマーキングでですね。このパブリケーションソースというところで、えー、入っていっていただきます。実際に、こちらですね。えー 切り替えましたが今、このリサーチャーズというところで見ておりましたが、今度はパブリケーションソースになります。で、ここで見ていただきまして、まずはこのジャーナルが一覧でですね、全部出てまいりますが、もちろん特定のジャーナルを探したいという場合には、この一番上のパブリケーションソースのところですね。ここに、えー、お名前を ジャーナルの名前を入れていただければ端的に見えますが、まあ、このようにたくさんのジャーナルをここで見ていただけます。でですね、先ほどのこのジャーナルインパクトファクターですとか、アベレージ、えー、ジャーナルインパクトファクターパーセンタイルですね、そして、えー、このクータイルといったようなものは指標から選んで見ていただくことができます。 で、このアベレージとついておりますのは、ジャーナルによっては複数の分野がついておりますので、それをですね、あの、平均したものということで、えー、アベレージ、パーセンタイルというものが見られるようになっておりますで。こちらは、あの、左側のフィルターからリサーチエリアを指定して、その分野に含まれるジャーナルだけでいろいろ比較したりということももちろんできます。でですね、先ほどのこちらなんですが、えー ここにジャーナルインパクトファクター並んでおりますが、ちょっとこれをですね、ビジュアル、グラフで皆様に見ていただきたいと思います。で、これ切り替えまして、えっ、ー、と、こちらですね。まずは、この棒グラフ。このビジュアルの表示方法というのは、先ほどの皆様ご自身の業績でももちろん同じようにグラフ化していただくことが可能なんですけれども、まずはですね、 この棒グラフでジャーナルインパクトファクター、ここで表示するものを選びますね。ジャーナルインパクトファクターでやりますと、これ上位から25方の、25のジャーナルを表示しておりますが、 はい、ここですね。ここで表示する数変えられますが、いろいろなジャーナルがありまして、このジャーナルインパクトファクターだけですと、非常に高く見えるもの、そして、まあ、これと比較すると、そんなに高くは見えないものというのがですね、いろいろございます。で、分野によって違うので、これだけで比較をするのは不公平と申し上げておりますのは、ここからですね、今度はアベレージジャーナル、えー、アベレージパーセンタイルですね、というものを出してみたいと思います。 でここで出てくる項目というのは、先ほどのこのテーブルの中に表示していた指標ですね、これがここから選べるようになるので、テーブルに戻って指標を追加してもよろしいんですが、このグラフの、あのグラフにも切り替えてしまったとですね戻るのがなかなか面倒という場合は、ですねここにアベレージジャーナルインパクトファクターパーセンタイルありますが、これ、掴んで直接ここに持ってきていただくことができます。 そうしますと、これにすぐ切り替わりまして、これが今、パーセンタルになりましたね。そうすると、この表示の順番変わっておりませんので、ちょうどこの真ん中あたりにあったもの、ジャーナルインパクトファクターだけですと、ちょっと低いように見えておりましたが、実はそれぞれの分野の中では、まあ、96%ですとか、えー、まあ89%ですとか、このあたりのもの、特にですね。 分野の中では上位10%に入っている非常にインパクトの高いジャーナルであったというようなことがわかりますので、ぜひこれを合わせて見ていただきたいと思います。で、もう一つ推移なんですけれども、今度はこのトレンドグラフですね。これで、えー、年次推移というのを見ていただけます。このトレンドグラフの、えー、種類といたしまして、マルチインディケーターというのが入っているので、これをちょっと使ってみたいと思います。 でこのマルチインディケーターは先ほどのテーブルのところで一番上にあったものですね。えー、この場合ですとサイエンティフィックレポーツが一番上にありましたので、こちらのですね、複数の項目、複数の指標を一つのグラフ上に表せるというものになります。で今、追加したアベレージ、ジャーナルインパクトファクターパーセンタイルがありますが、ここにですね、もう一つ、ジャーナルインパクトファクターを追加してみますと、 ジャーナルインパクトファクター、この青い線はですね、まあ、上がって、少し下がってというふうに見えておりますが、この分野の中での位置づけというのが、まあ、少し下がってきてしまっているというのが、えー、こちらから見えます。これ、メモリに少し注意していただきたいんですが、これ、ゼロというわけではなくて、 まあ72ですから70ぐらいということになりますね。ちょっと黄色見えづらいかもしれませんが、ジャーナルインパクトファクターですと、まあ3.6から5.2の間で、これ自動で数値をつけておりますので、一番下にあったとしてもゼロではないのでご注意ください。えー、そしてまあこのような形になっておりますので、この分野の中では他にもっと、あの、 インパクトの高いジャーナルが出てきているというようなことがここから考えられますので、ぜひこういったところもご覧いただければと思います。はい。そしてですね、この情報、年次推移で出せますけれども、ダウンロード、この分析の結果をダウンロードするときに、この画面の一番右端にこの下向きの矢印ありますが、トレンドデータ、 というのを入れていただきますと、この毎年のですね、えー、この選んでいる期間の毎年の情報というのを、ジャーナルごとに出すことができます。これは一番最初にお話しした研究者ごとの業績だったり、あるいは期間ごとですね、オーガナイゼーションズですとか、どんな分析方法でやっていただいても、このトレンドデータというのは使っていただきますので、まあ、毎年毎年の推移を見ていただく際に便利かと思います。 でここまででですね、まあ、投稿先ジャーナル、えー、見ていただく、見極めていただくときに、えー、お使いいただけるジャーナルの指標をお話ししましたが、もしですね、さらにもう少し詳しく見ていただきたいという方のためにちょっと簡単にご紹介だけさせていただきます。えー、このジャーナルサイテーションインディケータ、ー、JCI という新しい指標が、まあ、昨年からついております。これはどういうものかと言いますと、 CNCI ですね。分野の中での平均を1にして、それぞれの位置づけ、論文の位置づけを示したもの、CNCI と同じ考え方で、今度はジャーナルの位置づけをこれ見ているものになります。で各分野の中で、えー、平均の品引用数をこれ1とした場合に、各ジャーナルがどのぐらいの位置にあるかということを示すものになります。 ですので、まあ、ジャーナルインパクトファクターと、この JCI ですね、分野の中での位置づけ。そして、さらに JNCI というものがインサイツベンチマーキングでは見ていただけます。これは、今度はジャーナルですね。この一つのジャーナルの中で、それぞれの論文がジャーナルの中の平均に比べてどのあたりにあるかということを示したものになります。 ちょっとこのあたり複雑になってくるかもしれませんので、ご興味のある方、お聞きいただければと思いますけれども、これを応用いたしますと、この JNCI ですね、ジャーナルの中での論文の位置え、例えばこの論文 B というのがすごく高い。で、この、えー、この研究者の方がですね、書かれる論文、いつもこのジャーナルに投稿しているんだけれども、いつもこの JNCI が非常に高いよというような場合は、もしかすると、 もう少しインパクトのある他のジャーナルに投稿してもいいかもしれないですとかですね、これを JCI で分野の中でのジャーナルの位置づけを見ていただくと、そういったことも考えられる、まあ、材料になるということで、ここでちょっと簡単にご紹介をいたしました。はい。そして最後にですね、先日弊社の方でも 新しいジャーナルインパクトファクター、JCR についてのウェブセミナーを開催いたしましたが、ここでも少しポイントだけ改めてお話ししたいと思います。今年6月の末に発表されましたジャーナルインパクトファクターから少し従来のものとは違ったこと、違った部分がございます。大きく2つですね。 まず一つ目は対象範囲が拡大されました。従来、自然科学、社会科学だけに、こちらの分野のジャーナルだけに付与されておりました、ジャーナルインパクトファクターなんですが、これが人文学、そして成長分野にも付与されるようになったというのが、この2023年発表のこの緑の部分ですね。ジャーナルインパクトファクターと JCI、それから引用の分布ですね。 それぞれのジャーナルの中で非引用数の分布がどれぐらいにあるかというようなものがですね、これが全てのジャーナルについて見られるようになっております。で、この分野内のランクですとか支部員ですね、Q1 から Q4 といったものはこの2つにはまだ付与されておりませんが、これは来年からご覧いただけるようになります。そしてもう一つの変更点なんですが、えー、今までジャーナルインパクトファクターが 小数点3桁まで表示されておりました4.368とかですね、ただこの後ろの方のあの小数点以下2位、3位といったところの数字が動くことで、まあ、実質的にはそのインパクトが変わるというわけではございませんので、今回から小数点以下は1桁4.6ですとか5.3ですとかいう形への表示に変更をさせていただいております。 まあ詳しくはこちらのニュースリリースにも載っておりますので詳しい情報がお入りうの方はこちらご覧くださいそしてですね今日のご紹介しておりますインサイツいろいろ分析の方法ですとかご紹介いたしましたが一度やっていただきましたものはですねこのグラフビジュアルの状態にして アドトゥ e レポートというところを押していただきますと、このダッシュボードというところに保存をしていただけます。ですので、もうご自身の論文リストだったりですとか、論文情報だったりですとか、特定のジャーナルの情報ですね、一度やっていただきましたら、ダッシュボードに置いておいていただければ、 インサイズベンチマーキング、月に一度、えー、情報アップデートいたしますので、それが自動的にですね、反映されて、こちらのダッシュボード上で表示されるということになります。で、それぞれのグラフの下に、ビューデータというのがありますので、これをクリックしていただきますと、まあ、元のこの分析の画面ですね、フィルターですとか指標を、えー、調整できる場面、画面に戻ってまいりますので、まあ、一度保存しておいていただくと、えー、その後いつでも改めて 設定をし直さなくてもですね、見ていただけるかなと思います。はい。ということでですね、えー、本日はこの2つご紹介をいたしました。えー、そして、えー、サポートとサービスの部分ですね、えー、ちょっとこちらが別なものになっておりますが、まあ、各製品ですね、このようにハテナのマーク、 が下に出てきているかと思いますので、これをですね、押していただけますと、英語になりますが、ヘルプの画面見ていただけます。また、もう一つですね、このリブガイドというものを新しく作っております。で、こちら、製品ごとに Web of Science ですとかも含め、いろいろなものを載せておりますし、まあ、動画もですね、ここから見ていただけるものがあります。また、日本語以外の情報がおいるような場合には、ここが今、ちょっと小さいですが、ジャパンとなっておりますが、 これ実際の画面でご紹介いたしますと、こちらですね。今これがジャパンとなっておりますが、こちら行っていただきますと、各国の情報なども、英語の情報、あと各国の情報ですね。言語の情報も見られますので、こちらもぜひご参考ください。はい。 えー、そして、実際お使いいただいてあの、分からない部分ですとか、終わりでしたら、ぜひ弊社のカスタマーサービスにお気軽にご連絡ください。E メールとフリーダイヤル、ここに載せております。で、選任のスタッフですが、選任のスタッフが、まあ、どんな小さなことでもすぐに、えー、お答えをさせていただきますので、ぜひですね、お気軽にご連絡をいただければと思います。また、本日のようなウェブセミナー、年間を通じて開催しておりますので、えー、ご興味おありの方は、こちらからどうぞ。 カレンダーをですね、ご確認ください。またもう一つ、YouTube チャンネルで Web of Science トレーニングジャパンというのがございます。こちらに過去の動画なども公開しておりますので、こちらもぜひですね、ご興味おありのものがありましたらご,覧ご参考ください。